皆さんこんにちは。経済の真相、今日も実は身近な経済を深掘りしていきたいと思います。スタジオで解説してくださるのはデモクラシータイムズの山田です。よろしくお願いします。そしてリモートでご参加です、編集長。はい、週刊エコノミストの秋元です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、3月21日で東京都もまん延防止等重点措置終わりまして、少し人出は戻ってるようですね。でもなんか気分としてはね、もう終わっちゃったみたいな感じがありますよね、どっかね。どうですか秋元さんのところ。そうですね、また夜の会食のお誘いがポツポツと、増えてきまして、だいたい企業の方は4月いっぱいだったらまあまあ多分まだ開けるでしょうと、5月以降、まあ、ゴールデンウィーク明けだとまたあの感染者が増えて、また会食できなくなるかもしれない、4月いっぱい、なんとか予定をくださいみたいな話を結構いただきますね。ああ、じゃあ今のうちにっていうやつですね、うん、またそういう感じになってますよ。でも本当にあのなんかこうちょっと慣れが出てますよね。そうなんだよ。だけどね、長期見通しが立たないからね、だから本当目先、あもう今だったらいいんじゃないかなとかって、本当こう谷まで走ってるっていう感じですよね。今の企業さんの声を聞くとそれも思うんですけれど、あの先の見通しが立たないので今のうちにみたいな状態だと、あの結構長期的な業績の見通しとかが立たないんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、予想しにくい状況は続いてますよね、ずっと。そうですね、他にもいろんな問題があるので企業さんも大変かなと思います。今日も引き続きロシアのウクライナ侵攻の影響について伺っていきたいと思います。前回に引き続きロシアによるウクライナ侵攻によって経済がどうなっていくのかを見ていきたいと思います。前回は世界経済エネルギーについて見てきましたが、今日は日本経済について焦点を当ててみたいと思います。桐山さん、よろしくお願いします。お願いします。金山さんにも加わってもらいます。お願いします。さて、足元で、今日は3月の25日なんですが、121円の80銭台、今日80銭まで行きました。そうですね、じゃあ2円いっちゃうね、これだとね。2円かけたんじゃないですかね。というような円安になってますけれども、これもやっぱりこのウクライナ侵攻などによって加速されたっていう見方なんだと思いますけど、桐山さん、これどんなふうに見られてますか？はい、あのやっぱり、目先ですね、あの足元で、ウクライナ侵攻によってですね、エネルギー価格とかそういったものが上昇している影響があの非常に大きく出ていると思います。あの、まあ、そもそも、例えば日本円の、まあ、タイドルレートですね、アメリカが、まあ、金利が上がりつつありで、日本は、まあ、金利が低めに抑えられているというような、まあ、金利差がある状況で、もともとその円安ドル高に、まあ、なりやすかったところにですね、さらに、まあ、そういうエネルギーとかの価格が上昇してですね、その高いものをドル建てでですね、高くなっているものを買うためにですね、その円を売って、そのドルを買うという、まあ、実需ですね、まあ、この動きがさらにあの円安をあの加速させているのかなというふうに思います。もともとは金利差という問題があって、うん、アメリカは金利差、金融政策の差があって、アメリカはもうどんどん利上げしなきゃいけないという状況になっている中で、日本は金融政策動かさないということで、まあ、世界との金利差が拡大するということで、うん、まあ、ユーロ欧州さえもちょっと利上げって話、年内っていう話が出てきてますからね、それは違うと思いますが、だから今までの、ね、円安の説明ってのはどちらかっていうと、その今彼女さん言われたら内外金利差、うん、この金利を上げられるアメリカや欧州と上げられない日本で、それでこう出ちゃったっていう話で来たんだけど、うん、ここに来てなんかそれだけじゃ済まないよ、うん、みたいな感じの動きになりましたよね。あと金利上げられるだったんですけど、うん、金利上げなくちゃいけないになってるところもありますよね。そうですね、インフレが強まっています。だからもうアメリカなんてのはこの間はね、まあ、確かにね 0.25% 上げて
今年中に7回やるんだっていう話だったけど、今度5月はいや 0.25 じゃなくて 0.5 やるんじゃないかみたいな、えそんな急に行くんですかみたいな、そういうなんか世界的にみんなこう落ち着かなくなったっていうか、急ぐ経済になりましたよね。そうですね、それで為替の動きも急いでるという感じはあるかもしれないですね、うん。そして経常赤字の話ですよね、うん。これやっぱり金山さん、貿易赤字、エネルギー高っていう話ですよね。僕はね、逆にみんなに聞きたいんだけど、なんで利上げしないのっていう、ここまで日本が、そうそう、黒田総裁頭おかしいんじゃないのって思わないんですか、みんな。だってこれからすごいインフレが来るんですよ。もう戦時経済に入ってるわけだから、なんか円安ってそんなにいいことですか、円高ってそんなに怖いことですかっていうふうに、もう発想変えないと、もう大変なことになるんじゃないんですか。そうじゃない理由ってどこ。黒田さんの話を聞いてると、そんな急にはインフレになりませんよって言ってるみたいな話ぶりですよね。だってついこの間まで、いやいやそうは言ったってそんな簡単には 2% になりませんみたいなことを言ってて、やっとこの間になったら 2% になるかも分かりませんねなんていう言い方してるわけで、今言った金山さんみたいな問題意識と中央銀行の問題意識、えらく違うというか、そういう態度を取らなきゃいけないような感じになってるのかわからないけど、やっぱりちょっとおかしいと思うんですよね。今世の中の動きに、黒田さんのマインドっていうか発言が追いついてないような感じがしますけども、でも今日本で利上げをして大丈夫なんだろうかっていう論も結構あるんじゃないですかね。ここで資金絞っちゃっていいんですか、お金回ってませんよねっていうのないですか。そこを桐山君に説明してもらいたいんだけども、やっぱりですね、日銀はここまでですね、大規模緩和をずっと続けてきた理由としてですね、物価が上がると、物価の上昇を確実にするというところを目標にしてきたわけですけれども、その背景にはデフレを脱却かな、はいはい、デフレの、はい、脱却ですね、うん。で、その問題意識にはですね、その前提には賃金が上がると、で、持続的なその賃金上昇が、その物価上昇につながっていくという、そのシナリオを描いてたわけですけれども、少なくともその足元で賃金が上昇している状況にない中でですね、そういう中で金利利上げをするということは日銀がこれまで言ってきたこと、またはその目標としてきたことと非常にずれが生じるというところで、すごく難しい決断を迫られているのかなというふうに思います。でもね、桐山さんさ、この間の黒田さんの記者会見聞いたらば、それは 2% 超えるかもわかんないけど、それは悪い、物価高だと、ね。だからそういうのは、そういうものに、応じて金融政策やっちゃいけないんだみたいなね。今、金山さんが言ってるのは、いいとか悪いとかじゃなくて、ともかくインフレ進んじゃうんだぞと。それだったらやんなきゃいけないというふうな論理だと思うんだけど、黒田さんは悪いインフレだったらば、それはもう我々はやる必要ないんだっていう、そういう感じですよね。木村さん、それでいいのかな。はい、それこそアメリカ FRB もですね、もう足元のその物価上昇に直面して、それで利上げということに至っているので、そういう判断は中央銀行として自然かなというふうに思うんですけれども。かつ、アメリカもですね、物価上昇だけじゃなくて、やっぱり賃金も上がったりとかですね、失業率がずっと下がったりとかですね、そういうようなことも判断の一つにあったかなと思いますが、今、日本の状況で、なかなか賃金が上昇しない中でですね、物価が上がるのにつれて、利上げをするとですね、かなりいい景気自体を冷やす効果っていうのが高くなっちゃうのかなとか、いずれにしても非常に難しい決断かなというふうに思います。金融緩和をここまでやりすぎてしまった罪っていうのが世界中に今あるわけなので、日本も多分それがある、残ってるとは思いますよね。でもしもこれ円安がこんな風に進んでしまうと、金山さんよくおっしゃいますけど、本当に50年ぶりぐらいの実質レートでね、実質で、レート
ということになると、それは日本の国力として非常に低く評価されている、日本の国力はそれだけ下がってしまったのではないかっていう議論になってるってことですよね。でもね、これいつもそんな話だとね、うん、この見てる人がよくわからないって言うんだけども、あの確かに、いや、円安っていうのは昔だってあったわけで、うん、今の円安水準っていうのは決してそんなひどいことじゃないじゃないと、120円なんてのはよくあったし、もとは130円とかね、だったら、それで実質実効レートなんて言ったって、日本のマクドナルドだってそんな、日本の今の円で読むとですね、高い物価高が起きてるわけじゃないと、うんうん、だったらどうしてこれが、ま、困るんだっていうのは分からないっていう意見がものすごく寄せられるんだけど、桐山さんどうですか、この実質的にそんなに日本の、円の購買力っていうのは弱くなっちゃってるんですか。日本にいると分かんないですよね。そうですね、円の実力はですね、やはり、そうした経済の実情をまあよく表している、まあ、本当にまあ海外旅行に行くとまあすぐ分かるんですけれども、そうした状況はやっぱり現れているのかなというふうに思います。やっぱり日本経済の構造変化を考えることがやっぱりすごく大事かなというふうに思うんですけれども、この今年の1月の経常収支赤字が、まあ、1.1 兆円ということで、過去2番目の経常収支の赤字だったわけですけれども、うん、日本経済って、過去30年ぐらいですね、ずっと低成長の状態が続いた中で、で、東日本大震災後ですね、原発が止まって、エネルギーを、まあ、大量にこう輸入を始めてという状況の中でも、まあ、なんとか経常収支の黒字はずっと保ってきたんですよね。で、その後、まあ、経常収支の黒字もまあ回復はしたんですけれども、今、こうした状況の中で、そのウクライナ侵攻があってですね、で、再び大幅な経常収支の赤字に陥っているということで、もうなかなか、そもそも、生産の能力もですね、まあ、工場の海外移転とかも非常に進んで、その貿易赤字になりやすい体質の中で、まあ、こういうエネルギー価格の高騰などが起きているということで、まあ、非常に構造的にも円安になりやすい状況になってたところにウクライナの問題が起きたということかなというふうに思います。ということは経常収支の赤字っていうのはもうしばらく続くことを覚悟しなきゃいけないっていうことですか。なかなかですね、これこの先じゃ通年で見て経常収支の赤字になるということのところまでなかなか、まあ、そこもまあなかなか簡単に言い切らないところはあるんですけれども、日本がただ相当くらい将来にですね経常収支の赤字になってもおかしくないかなというふうに思います。で、経常収支の赤字というのはですね、貿易とかサービスとか、あと所得、投資したお金の利子とかですね、そういったものをもろもろ加味して、その収支が赤字になるということなので、海外からのお金、海外にまあお金をまあ一種こう借りないとですね、その収支が合わないという状況になるので、非常に、なんて言うんでしょう、で過去いろんな国との過去のデータを見てもですね、経常収支の赤字の国ってやっぱりすごくインフレになりやすいんですよね。で、そうした私も今、47歳ぐらいですけど、過去、40年ぐらい、インフレなど全然経験もしたことなくて、加えて、言えばそれこそ停電とかも経験したことなくてですね、で、こんなような本格的なグローバルな安全保障の危機も本当に意味で、今体感しているわけですけれども、そうしたことがこの先将来起きてももうおかしくない、はい、状況かなというふうに思います。はい、金山さんどうですか。僕は一番今気にしているのはやっぱり輸入インフレですよ。だって食料もエネルギーもない国がさ、こんなどんどん円安になったらありとあらゆるものが高くなりますよ。
スーパーで買う小麦粉から米からマクドナルドから吉野家まで全て。でも桐山デスクが言うように賃金は上がらないっていう状況が続くんですよ。これはこんなの僕は続かないと思いますよ。だから根本的な解決策はとにかく安くていいものが好きっていうね発想を変えて、日本はいいものを作ってるんだから高く売りますぜっていうにも根本的に変えていかないとこれ乗り越えられないんだよね。まあ、いずれにしても大事なのはですね、あれですね、こういうあの食料とかの価格が上がるとですね、相対的にあの所得のまあ低い層、低い方々とかのやっぱり生活が如実にこう厳しくなるっていうことですね。はい、そうですね。ここにやっぱり何らかの円安何が問題なのかよくわからないというお話でしたけど、うん、あの金山さんがおっしゃったように輸入インフレ、今あのそれこそ私たちが直面しているのは電気代上がっちゃっただと思うんですけど、ね、原油上がってしかも円安になると、まあ、買ってこられる原油が上がってしまうので、さらに上がってしまうので、あの私たちにはそういう意味で困ってしまう。昔円高で困ったって言ってた時は、うん、輸出企業が困ってで工場なんかが全部日本から外に出てしまった、空洞化してしまったっていう円高の行き過ぎで困ってた時期があるわけですけど、今やっぱり円安で一番困るのは物のない日本が輸入しなきゃいけないということで、これが経常赤字になってさらに円安を進めさせる悪いスパイラルになってしまうってことだと思いますよね。黒田さんがね問題だと思ってるのは、このまま進んだら輸入インフレが起きて生活は苦しくなります。でも賃金は上がりません。こういう事態に対してあなたずっと利上げしないって言ってるけど、この輸入インフレと賃金が上がらないっていう地獄を利上げしないと解決するんですかっていうことは彼は絶対説明しないんだよ ね。やっぱりそういうところにまで踏み込んで、なんで利上げしないんですかっていうことをさ、あ、もちろん賃金を上げる上げないは日銀の責任ではないかもしれないけれども、我々の生活実感として、これからさっき言ったようにエネルギー料金だってどんどん上がるよ。電気料金、ガス料金、食べ物の値段、それ全部上がりますよ。でも給料は上がらない。すぐには絶対上がらない。このギャップの生活苦の中でどういうふうにしていったらいいんでしょうっていうことに対するその回答に近いものをやっぱり出していかないといけないと思いますよ。日銀もですけど、政府ですね。そう、あのまさに、あ、そうなんです。あの私もですね、金融政策はですね、あの本当にあのおまあ、モルヒネといっていう表現がまあ妥当なのか分からないんですけど、経済の構造の根本を、なんて言うんでしょうね、金融政策というのは、まあ、単にその先延ばしする経済構造を変えるそのためのですね、期間を稼ぐ、時間を稼ぐという、まあ、政策かなというふうに、まあ、私は理解しているんですけれど、でその金融政策によってその時間を稼いだ時間の中で、そうしたあの経済構造のですね、抜本的なこう改革を進めるということが、まあ、大前提であって、まあ、それがあのアベノミクスの3本の矢の、まあ、残り2つとか、ああいう、その、まあ、構造改革ですね、まあ、そういったところかなというふうに思ってたんですが、まあ、なかなかそこが抜本的に着手できずにですね、で賃金も上がらないままで、あの今こういう状況を迎えているのかなというふうに思います。まあ、そうすると変えるったって誰が変えるの、そのそこですよね。だからなんかね、アベノミクスっていう、あの誰かが号令かければそっちに行くっていうような経済じゃないんですよね。そうやってるうちに今どんどん物価が上がってきて、それで何をやってるかっていうと、その分足らないから、じゃあお金財政でもってですね、なんとか給付金とかなんとか補助金とかっていうまくことばっかだけど、そんなの長続きしないですよね、これだってね。そうですね、うん、それもなんか中途半端な5000円とか言われてもねとかいろいろありますけどね、うん、まあ、そんな中でこうちょっとスタグフレーションの懸念なんていう声も聞かれてくるわけですけれども、そういう時に一体日本経済どういうところにこう光明を見出していけば良さそうなんでしょうか。うん、さっきの話に重複しちゃうけれども、やっぱりこんな時代でもその世界から評価されているものっていっぱいありますよね。今なんかレーザーテックっていう会社の株価がすごいらしいけど、それからさ、今さ造船株が上がってるらしいんだよね。造船業界今時になってね、日本で造船立国日本だったんだけど、今あんまり造船作らなくなっちゃったんだけどね、船が今足りないの世界的に。それから海運会社の株価が高いとかさ、もともと強いものと強かったけどやめちゃったものとか、
まあ、そういうね、やっぱりいいところあるわけですよ、探せば絶対。まあ、まあ、分かりやすく言うと、その、まあ、商社の株がすごくいいし、それから半導体製造装置とか建設機械とか、世の中が高く買ってくれるものっていうのをいかにもっと高く利幅のいいものにしていくかっていうことに、例えばなんかインセンティブを設けるでもいいし、こういう会社に応援するっていうようなマネーが流れたっていいし、やることは僕はあのいくらでもあると思ってるんです。だから要するにその、いいものは安いといいじゃなくて、いいものは高く売っていいっていう発想を国全体が転換していくっていうかな。これ別に総理大臣が言うことじゃないのかもしれないけど、総理大臣が言うことは日銀が言うことじゃないのかもしれないけれども、我々の持ってるものってもっと高く売れるんですよ、もっと稼げるんですよっていう発想の転換をするべき時だと僕は思いますね。この戦時経済に入った中で。それをどういうふうにやったらいいかっていう妙案はないんだけれども、そこが僕は大事だと思うな。あとどうだろう、世界がね、あの先週の話じゃないけども、どんどんこうグローバルに相互でつながったのがブツブツ切れてきたわけじゃないですか、うん、そうするとだんだんこういろんなものがその国ごとでやっていかなきゃいけないっていう、そういう流れが一つ出てきたんだけど、よく見ればやっぱり日本で作って、儲けたものがお金を海外に投資しちゃえば結局マネーが流出して、うん、回るのは海外で回るわけですよ。だからどんどん経済が内向きになってくるんだったらば、自分たちの地域とか自分たちの中でお金が回るようなそういう構造を作っていかなきゃいけないんで、少し中で回っていきゃ常数効果っていうか、他の人が買って今度これが買ってこうやって買ってってぐるぐる回りになっていくから、規模自身そんな膨らまさなくたって結構生活実感としてはこう物がしのいでいけるっていうね、そういう仕組みを考えていかなきゃいけない。それは電気もそうかも、エネルギーもそうかもわかんない、食料もそうかもわかんない、それでいろいろ物事の買ってくるの、まあ、地産地消っていう言い方があるけども、これを買えばうちの近くの誰さんがそれでそのお金で潤うっていう、そういう経済の仕組みっていうのを考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。今見てるとこの間出てましたけど、日本の自治体の半分以上が過疎になっちゃったっていう話ですよね。そうじゃなくて、そういう案外小さいところでぐるぐる回しやっていけば、みんな愛見たがいでそっちでこう支え合って生きていけるような、そういう多分守りの姿勢にこれから入っていくんじゃないかな。一方でやっぱりその頑張ってるとかイノベーションでね、世界に打ってて、金山さんが言うように世界で売れるものを高くっていうところが大事だというのと同時に、やっぱり地域経済っていうのはどうやって下支えしていくかっていう、そういう仕組みっていうのが大事だなと思いますね。うん、あの人口減少、あのさっきね、あの鹿野内さんとすごい議論したんだけど、今その兵器産業にその巨額のマネーが流れるっていうトレンドがあって、果たしてそれは倫理的に正しいのかっていうことをさっき鹿野内さんと議論したんだけれども、その一方でね、こんな時代に株式投資なんかしてる場合かみたいな意見を言う人がいるけど、逆なんですよ。こういう時代にこそ、なんていうのかな、世界を良くする企業ってどんな企業だろうっていうふうに考えたときに、実は日本には結構そういう企業があるんですよ。ちょっとマニアックになるけどね、今ほら EV とかその再生可能エネルギーで電池がすごく大事じゃないですか。要するに変動の激しいエネルギーで電気をどうやって貯めるかっていうので、リチウムイオン電池がすごい大事なんですね。でもリチウムイオン電池って中国と韓国で世界のシェアの7割ぐらいなんですよ。やっぱり日本ダメじゃないかって言うけど、いやちょっと待ってくださいと。リチウムイオン電池にはセパレーターっていう膜が入ってて、その膜を作る製造装置は日本製鋼所っていうところが作ってて、すごい世界シェアの、あの世界シェアを持ってるんですとかね。そういうふうに落とし込んでいくと、株式市場ってそういうのを見つけて、こう、株価を押し上げたりする天才なわけ。だから、目を凝らしてね、株式市場毎日見てると、ちゃんと将来のことを見通して注目してる企業って日本にもあるわけだから、そういうところにお金を使うとか、暗い話ばっかりしないでね、そういうところに注目して、こう、この大変な時代を生き残っていこうとしてる日本企業を応援してあげるとか、なんかそういう姿勢が僕は大事かなって思いますね。そうですね、先を見越してですよね、うん。まあ、あの先ほどから話が出ている半導体とか海運とか今すっごく値動き荒くなっているので、ちょっとそれは注意していただきたいんですけど、先ほどおっしゃっていた過疎になっているっていうところで、こう日本は少子化、まあ、高齢化進んできていて、もともとコンパクトシティっていう発想が出てきてますよね。こういうの
をもっと広げるっていうのもあるかもしれませんね。だからそのなんとなくね IT メーカーが何かこうやるためのものじゃなくて、もう少し地域っていう人々の何か自分たちで何とかしないとこれはダメだなみたいな、そういうものがどれだけ出てくるかですよね。何かこうやってると、おい上でちゃんとやってくれよとかさ、どっか来てね声を作ってくれよとかっていうんじゃなくて、自分たちが本当に困った時っていうのはそのクソ力が出てくるかどうかっていうね、やっぱり今は知恵出さなきゃいけない時期なんですよ。なんか今までこうなんだよな、こうやってんでしょみたいなことじゃなくて、じゃあどうするのっていう、そういう切迫感が相当やっと火がついてくるんじゃないかなって感じしますけどもね。金山さんがずっとあの発想の転換っておっしゃってるんですけれども、一方で桐山さんがあの前回前々回の時もそうインフレを知らないんですよっておっしゃってましたけど、どうですか、安いものじゃないと買いたくないよねみたいなマインドは変わりそうですか、インフレ。まあやっぱりそれはやっぱりあれですね、やっぱり自分のその、まあ、給料が上がるかどうかっていうところにすごく影響されるかなというふうに思いますね。やっぱり好循環の経済って物価も上がるけど、それ以上にその賃金が上がったりとかですね、またはその将来その明るいその展望が開けたりとかですね、そういったようなことがぐるぐる回っていく社会なのかなと。まあ、特に日本の高度経済成長とか、バブル前の頃とか、そういうことだったのかなというふうに、想像はするんですけど、もう本当に想像するだけで、私が働いている、まあ、この2、30年ぐらいの間は、まあ、なかなか少なくともちょっとそういう状況ではなかったなという。そうですね。でも何ですかね、バブル経済みたいなもの、高度成長みたいなものが幸せっていうか、じゃなくて、まあそれはそうなんですけどね、違うものを考えていかなきゃいけない時にちょうど来たのかなっていう気もしないでもない、だからなんとなくね、大きく見るとそのバブルが崩壊して、リストラの時代になって、ともかくコストカット、で何やってるかっていうと、ともかく安く作るっていうことだけですよね。だから人と違うものを作るっていうことの発想がなかったから、そういうなんていうか開発部門とかさ、そういうところをどんどん切っちゃって、でともかくコストダウンする社長さんが偉かったんだけど、そうやってたら、まあ、100円ショップがはびこる経済になっちゃったんだよね。結局みんなその給料も少ないし、その中で暮らそうと思ったら本当に品質が悪くても、まあちょっと使えりゃいいやみたいな。でもそこのところが今転機迫られてるんじゃないかと思う。だからそれは確かに100円ショップっていうのはこの低賃金社会にとって必要なものを供給したから、まさにそういうことのあれだけね大きなビジネスになったんだけど、そろそろ違う、本当に今自分が必要で、これはうちで使うべきものなのかどうか、だったらどうやって使うのかっていうことも考えてやるような形の、やっぱり商品に対する見方っていうのさえ変える、それはある意味で人生の生き方を変えるとか、人との付き合い方を変えるとかって、僕はそういうところにいよいよ迫られていくんじゃないかなっていうね。だからなんかみんな東京に出てきて同じようなことをして競争でやるんだけど、そうじゃなくて、何かやっぱり生きるっていうことは何なんだろうとかね、生活するってことはどういうなんだろうっていうことも含めて考える時代になってきたのかなって気がしますけどもね。秋元さんどうでしょうか、なんかちょっとロシアウクライナの問題からだいぶ発展してきましたけどいろんな問題意識ありましたよね。でもやっぱりその、まあ、何でも安く買えればいいっていう、もうそういう時代ではなくて、まあ、いいものを、まあ、欲しいものであれば、まあ、少しでも、まあ、高くても買うというようなそういう意識とか、あと企業も、まあとにかく安くればいいっていうような発想からはやっぱり脱却して、他と違うものを作っていると、そう商品をですね、まあそういうふうに、まあやっぱり変わっていかないと、今のままではちょっと本当になんか先が見えないですよね、日本ね、生きる道っていうかね、難しいなと思いました、今の議論聞いていて。でもなんかやっとね、みんな自分たちの実像に向き合ってきたんじゃないかなっていう感じがするんですよ。だからやっと最近さ、この日本って全然賃金が上がらない国なんだとかね、なんか貧しくなってんだって、いやもうそんなのは
昔からだよってもやっとみんなこれ共通心になったわけですよ。だからこれまずいよねって気がついたら韓国に抜かれてるよね。あれやっぱりなんか日本って素晴らしい国だとずっと思ったけどそんなになっちゃったので、それが今円安で、いや円安っていいでしょうと、円安やればその輸出が伸びるかと、いやこれってやっぱり日本が、日本の僕たちの日本人の値段が下がってるんじゃないのみたいなようなことが多分、まあ、気がついてくると思うんで、そうするとおいおい何とかしなきゃ、このままだとうち自利品だよっていうところでバネが出てくるかどうかが今問われてるんだと思うんだけどね。なかなか難しい問題になりましたが、今回の戦争で一体日本経済はどうなるのか、こちらにもいろんな考えるヒントが載っています。皆さんと一緒に考えてみたいと思います。本日もご覧いただきましてどうもありがとうございました。桐山さんありがとうございました。そして金山さんもありがとうございました。